やっぱり一番こう毎日こういろいろ自分の思ってる期待とか勝手な思い込みっていうのがどんどん壊れていくっていうのは、毎日いろんな人が話していれば、そう毎日ブレイクザバリアしてるわけなんですけども、やっぱり究極のブレイクザバリア体験で言ったら、自分は高校2年生の、修学旅行の夜だったんですけれども、最初にカミングアウトをした日のこと、あるいはその後の体験なんですけれども、当時の自分というのは、今から何年前だ、8年ぐらい前なんですけど、要するにこうクラスの中では割と人気のある、よくクラスではしゃいでてこう、クラスの中では陽気な人だと思われていたんだけれども、自分がトランスジェンダーであるとかいうことに関しては誰にも言ったことがない、その表現で誰にもその外に表現として伝えたことがないっていう状況で、どうしたもんかなと、本当にこう気が狂いそうになりながらこう悩んでいた時期だったんですけそれども、って女女子校子なんですね。校時代。なんか気が付いたら女子校にいて、気が付いたらって本当に気が付いたらなんですよ。もうなんでこんなところにいるんだろうってすごい思いながら、こんなところにいちゃいけないなって思いながら、でも気が付いたらここにいるしみたいな感じで、こうどうしたらいいのかなっていうことを毎日思っていて、でしかもそんな悩み相談とかをしたことが全くなくて、それは今もあまり悩み相談ぽいことはすごい、個人的に苦手なんですけれども、本当にどうしたのかなと思って、こうすごく気まずい感じで、修学旅行の夜っていうタイミングにこう自分が実はそうみたいな感じで言い始めて、でしかもいろいろこう背中を押すタイミングっていうのがあって、たまたま宿についてテレビつけたら「クローズアップ現代」で GRE の性同一性障害の特集とかやってて、これもう家ってことなのかみたいな、もうテレビつけてこう逃そうとこう別の方が考えるとかしてんのに、でもそこまで番組が追ってくるみたいな、よくわかんないそういう状況の中で、いやもうこれ言うしかないと思って話して、その時は何というかこう理解される側、自分は受容される側であって、何かこう言って受け入れてもらえるとか受け入れてもらえないとか、一体どんな反応が返ってくるんだろうかとか、そういう不安でいっぱいだったんですね。でその場では、そうなんだって言われて終わった。特にその批判とか否定もなく、そうなんだっつって終わって、自分としてはもう自分のすごい重大な事実をこう世の中に出してしまったみたいな、そのことのこう自分の中での衝撃っていうのがしばらくあって、こうそれから1年ぐらいかけて、大体クラスの10人とか20人とかに話していったわけなんですけれども、その最初の時は何歳？それ16かな、で、何人？2人ですね。2人。当時バンドを組んでて、自分の中でこう本当に毎日終わってんなと思ってたんですけど、バンドだけは一生懸命やろうと思ってたんで、バンドのメンバーには知っててほしいなっていう気持ちがあって、それでこうてか当時の自分にはバンドぐらいにしかこう救われるものは全くもうなかったんで、それで行ったっていうことがあって、ただその分かってもらう側とか、その理解される側なんだ、その理解されるかされないかっていうこう受動な受け身な感じなんだって思ってたのが、その1年ぐらい経ってから、こうだんだん周りの人が代わりにこう秘密を打ち明けてくれるようになってきて、その縁ちゃん、縁度がんで縁ちゃんって言われてたんですけど、縁ちゃんがそういうことを言ってくれるから、私も言うけれども、実はこうこうこうでとか、その例えば家庭の事情はこうでっていうことであるとか、あるいはその今好きな人がいるんだけども、初めてその彼氏ができたんだけど、まだ他の人には言ってないんだけどねって話だったりとか、あるいは進路の話だったりとか、こう他の人がもうこうクラスの中でやんちゃしたりとか、すごい一緒にはしゃり回ってるような子なんだけれども、やっぱり何かしらこう悩みっていうのがあって、それをこう話すっていう時に、こう園長が話してくれたから私はこの話をするんだよっていうふうに言ってくれたっていうことで、そう自分がこう単純に理解される側とかじゃなくて、普通にコミュニケーションできる対等なこう関係が築けるっていう、そういう意味で最初に投げたものっていうのがこうまた返ってくるんだなってことを思って、それがすごい良かったですね。腹を割った関係になりたかったんだね。みんな多分なんだかんだこうそういうこ何かしらの悩みであったり、カミングアウトしたいことっていうのはこうみんなおそらくあって、それのきっかけを作ったっていう意味で、その自分がトランスジェンダーであるってことは、そのよくうちの親とこう話してると、あんたはトランスってことがこうハンディキャップなんだからっていうふうに言われて、すごい喧嘩するんですけれども、
その悪いことではなくて、それは生かすこう道具というか、その接着剤のようなそういうものなんじゃないかなってやっぱ思ったんですね。それですかね。はい。いい話だね。へと今お三方の、今までの話を聞いたんですけども、じゃあここからは今現在、何か壁にぶつかっていると感じたり、ちょっとこれ今乗り越えたいんだけどどうすればいいんだろうって考えてるようなこと、はい、これからの自分にとってのブレイクザバリアっていう質問を投げかけているんですけども。